マリオ&ルイージ RPG スティ。はい、というわけで、クッパ城前からこんにちは、ウルです。ということでね、今回もマリオ&ルイージ RPG3 やっていくというわけでね、いや、前回ね、いや、チャクランからのとこから始めようかと思ったんだけど、ちょっと今回クッパ城に用がありまして、このクッパ城にアタックパーツゲットできるという情報を前キノコクリニック、キノコクリニックであったのかわかんないけど、そこでキノピオに聞きまして、というわけでいろいろクッパ城にやってきたんですが、どこから行けばいいんだろうね。で、ちょっと怪しい場所があってさ、ここ潜れる場所があって、ここから先まだ調べてないんだけど、ここにもしかしたらあれかな、繋がったりすんのかな、どっかに。ちょ、行ってみていい？ん？あれ、ここって下のマップ見るにあれだよね、多分。変なあれか、なんか、会員限定の場所みたいな場所だっけ？多分ここかな？ん？何？マリオ！どうした？この部屋、何かがあるわよ。なんでわかるのかって？スターのせいの勘みたいなものね。まあ、見るからに怪しいし。まあ、丸三角、四角となんかいろいろあるね。で、扉がある。何やらボタンがいっぱいあるわね。ボタンを押すことで一番奥の扉が開くのかしら。どこかにこの部屋のヒントみたいなものがあったりしないかしらね。マリオ、他の場所を探してからまた来てみない？あー、なるほど。じゃあ、とりあえずまだヒントは無理ってわけか。なんかヒントありません？この特別保管室とやら、一体何が保管されているんだろうか。そういえば、この城の地下にあちこちで怪しげなメモを見かけたんだが、それはここに関係してるんじゃないだろうか。いや、きっとそうに違いない。この謎はきっと解く。ゲルコビッツ様の名にかけて、金田一みたいな感じのこと言ってるわ。まあ、とりあえず、周り調べていってみますか。いや、ちょっとこいつらマリオ大ですの厳しいな。ちょっと周り調べてきます。ん？なんかみんな早速こんなとこになんか意味深の看板がある。ちょ、戻ってきたらこれ何？秘密メモ。四角は三角より一回少ないわ。これちょっと待って、メモとかないとやばそうだな。ちょっとメモるか。オッケー、とりあえず一つ目メモしといた。秘密のメモ、何かしらこれ。怪しいわ。もしかしたら何かのヒントかもしれないわね。念のため覚えておきましょう。私も忘れないようにするから。うん、チッピーが覚えてくれるとは言ったけどもよ。結構こんな感じでメモが散らばってんのかな。じゃあちょっと来た道全部戻ってみるか。うわぁ、もう邪魔だな、ズッツン。あ、みんな、ここのボム兵が捕まってた場所の横っぽいとこにもあったね、メモ。で、秘密メモ、四角は丸より一回多い。うむ、なるほど。オッケーで、四角は丸より一回多いのやつもメモしたんで、じゃあ次多分これ一個手前のここのさ、なんか離れ小島みたいなのあるじゃん。あそこにあんのかな。まあ、とりあえずちょっといろいろした。でも、マリオでなんか行けそうな場所あったよね。あ、こっちかな。で、ここに確かなんかあったよね。あったあったあった、多分これだわ。多分これでいけんじゃねえかな、この飛んでデブの状態で。で、これ、ぴょーんといけば、あ、いけるいけるいける。で、メモがまたあるね。しかも、こう、二つありそうか、手前と奥で。なに、秘密メモ。四角松、四角丸三角、最後に扉の順番。あ、四角丸、順番があるのか。ちょ、待ってね。オッケー。で、これもメモったんで、じゃあ、とりあえず下の方を調べてみるか。もしかしたら、この下のやつが多分最後かな。多分、そうだと願いたいが、どうでしょう。あぶね、ちょ、落ちかけた。で、なに、秘密メモ、丸は一回だけ。なるほど。了解。あ、これでもしかしたら全部メモ集まったんじゃないかな。いや、とりあえず戻って、ちょっとこれで、このヒント通りちょっと打ってみるわ。戻ります。あ、ん？マリオ、戻ってきたらなんか急にイエロースターがなんか出しゃばってきた。どうした、チッピー。この城の中で見つけた秘密のメモはここに関係するものよ、きっと。見つけた秘密のメモの内容は確か、四角丸三角の最後に扉の順番。丸は一回だけ。四角は丸より一回多い。四角は三角より一回少ない。だったわね。これ何を意味するのかしら。マリオ、ルイージ、この部屋調べてみましょう。何も分かってねえじゃねえか、チッピー。お前何なんだよ。てか、ヒントあいつ全部教えてくれるのかい。で、四角、丸、三角の順番だったよね。で、四角二回。四角二回の。で、三角は、で、四角は、三角より一回少ないでしょ。だから、つまりこいつは一回なのよ。つまり、丸一回の、三角一回の、で、扉で OK なんじゃないでしょうか。どうでしょう。違うんかい。あ、そういうことか。了解した、了解した。ごめん、間違ってた、みんな。三角三回だ、多分これ。そうだわ、そうだわ。一回少ないんだから、三角三回じゃなきゃいけねえんだ。で、これ丸は一回で、三角三回。はい。はい。はい。ごめん、なんか普通に土地狂ってた。というわけで、これで、叩けば、オッケー。俺が間違ってただけだった。ごめん。なんか四角よりは、なんか、四角と、まあ、なんか三角と丸がいろいろごっちゃになったわ。とうとう開いたわね。あるいはこの先に何があるのかわからないけど少し嫌な予感がするの。念のため HP や SP を回復しておいた方がいいかもしれないわよ。そんな念入りな相手なんかやばそうな。一応回復してみましょうか、じゃあ。まあ、一応平気だろうけど、じゃあとりあえず行ってみますか。一体何を待ち構えてんだろう。んで、何ここ、冷凍保管室みたいな場所。まあ、とりあえずじゃあこれ叩いていきます。よいしょ。スペシャルアタックっていうか、まずアタックパーツこれもらえる。アタックパーツ本当にこれ。何これ、何の字やん。すごい場所だな。効率減されてるし、なんか後ろになんか変な、なんかゲラコビスの部下みたいな冷凍保存。ん？ええ！ゲドンコ！
え、なんでいんの？これは何？いや、ちょっと待って、なんでゲドンがいんの？え、嘘でしょ？え、どういうこと？え、だってこいつ過去の方のあれでしょ？侵略者だ。てか、なんでお前生きてんだよ？ウヨモ博士の涙で、あれ、ベビーマリオの涙の成分でなんか、浄化されたんじゃないの？こいつ。なんで生きてんの？て、奥に捕まってる氷のやつが、あれよく見たら、ゲドンコの部下じゃね、あれ、なんか、ボスバージョンのやつじゃないの？あ、ルイージャー記憶にあるんだ。どうしたの？あ、そりゃそうだわな。こいつはろくでもねえもんな。俺も思わず叫んじゃったわ。どうしたのよ？あ、そうか、イエローさ、知らねえのか、一緒に旅してねえから。スーツケースがいてほしいな。え、過去にキノコ軍を襲った宇宙人。いや、そんな簡単に説明するような脅威やつじゃねえぞ。もっと危ねえやつ、なんでこいつはいんのてか。あなたたちがベビーだった頃に倒したはずですって。あ、そっか。一応このマリオたちってベビーから育った後のマリオなのか。それもミイラ過去に、まあ、どっちみち過去には行くんだろうけど、未来になったら。そうだよな。マリオたちって合計2回戦ってんだよな。ベビーの頃と大人の頃で。なんでこんなところに。いや、ほんとだよ。きっとその時に生き残っていた宇宙人をクッパが保存していたんだ。何考えてんだ、あいつは。相変わらず趣味が悪いわね。いや、こいつら残しちゃまずいって。うわっ。起きた。うわ、出た、謎言語。あらららららお前らぶっ殺すとか言ってるわ。うわぁ、で、あ、出た、そのクルリン銃。懐かしい。え、BGM 変わったりする？お、出た、その銃。出た、そのクルリンパー。お、なに、うわ、なに、危ねえ。こいつらやばい。で、クルリンポン。オッケーオッケーオッケー。なんでもなんとなく昔とほぼ言葉と一緒だな。バカめ、こっちはスイーツバスケットがあんだよ。チミお手本で練習してきませんでした。だからぶっつけ本番です。でもよく見て。ちょっとみんな上の画面見てほしいな。よく見たら背景効率計算で全員今まで戦ったゲドンコのボスとかの連中じゃん。何クッパこんなに保管してくれてんの？あいつら保管しちゃダメだって。じゃ、とりあえずぶっつけ本番でやっていきましょう。はい、はい、はい、はい。あ、でも意外と簡単だ、みんなこれ。上画面と繋がってる画面でやるとき意外と楽だわ。で、はい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 、と、OK。で、マリオ A ボタン連打ね。で、これで空中行ったら B ボタン。うん、おい、オッケー、どう？あ、意外とタタラフ。マジで言ってる。こいつはタイヤだったね。しかも、BGM ボスだもんな。まあ、とりあえず戦っていきましょう。え、ゲドンコ出てくんのか。それ知らなかったわ。昔の俺これやんなかったのか。そっか、てか、多分やってても多分、こいつらに俺多分関心示してねえだろうな。何こいつらってなるぐらいだろうな。多分そうだと思うわ。まあ、とりあえずスイーツバスケットで。持ち上げてもろってボッコイしようと。タフ。マジで全員3匹以上体重があんだけど。うお、危ねえ。なるほどなるほど。手上げた方の側の先に打つのね。オッケーオッケー。まあ、ほぼ同時ジャンプでいいな。オッケー、はい、オッケー。いや、タフ、こいつら。クソ、しかも絶対強えじゃんこいつら。もう攻撃受けたら下手さワンパンありえるぞ。それ回復しとけって言われるわ。とりあえずスイーツバスケットしてくる。ボッコイしよう。やっと一体倒したか。やっと一体倒せたね。じゃあこのスイーツバスケットとどめじゃねえかな。じゃあやってきます。こう考えるとマリオたちもだいぶ強くなったよね。前までさ、このゲドンコいくら宇宙船の援護があったとは一度負けてるからね、こいつらに。でもそのマリオたちがもう、こいつらなんてもはや相手にならねえわな。それゲドンコ姫とかあんな連中戦ったらもう相手にならねえわな。オッケー、というわけで倒し終わった。久しぶりにゲドンコに会えてよかったぜ。というわけで、経験値900意外と少ねえな。え、なに、スターキャンディ。オッケー、というわけでゲドンコ倒したー。おお、お前らがアタックパーツ持ってたんかい。どういうこと？なんでこいつら持ってんの？で、クッパ城のアタックパーツが全部揃ったと。で、新しいスペシャルアタック完成するぞ。なんだろう、今回。こいつらがくれるやつは結構強いっていう噂。なにこれ。マリオなら A、ルイージなら B、マリオ&ルイージなら AB で踏みつけろ。あちこちウェンドウ。はぁ、あ、ちょっと、SP18 も使うの？結構強くないか。で、どういう感じ？ああ、使うじゃん。おー、なんかどこでもドアみたいなの入って。で、ああ、なるほど、なるほど、そういうタイプで。B。で、こんな感じで。B ってわけで、で、同時に現れたら AB を押せってことか。A、はい、AB、はい、あ、うお、上画面にも来んのこれ。で、A、A、で、A、はい、B、はい、AB、はい、A。なるほど、そんな感じでやればいいのね。あ、しかも結構無限に攻撃できるタイプっぽいな、こいつ。強いね。ふぅ、びっくりした。まさか襲ってくるなんてね。いや、まあ、もしかしたら俺たちのこと覚えてたのかもね。そしてもベイビーだった頃にあいつらやつきじゃなんてさすがマリオね。まあ、結構悲惨な目にあったりしたけどね。いや。どうした？ルイージも頑張ったって？どうせ泣いてばっかりだったんでしょ。いや、そんなことない。結構頑張ってたよ、ルイージ。なんなら、無関係の星のドアみたいに泣かされてたんですけどね。
あ、いじけちゃった。かわいそうにルイージ。どうしたマリオ。最後にはルイージがあの宇宙人やっつけたの？あれ、そうだったっけ？あれ、ルイージちょっと、あ、でもマリオ優しいね。ちゃんとルイージをそんなね、なんかあげてあげるなんて。本当に？あ、うん、ごめんね、ルイージ。あなたって案外すごいのね。案外ってなんだ、案外って。普通に褒めりゃいいんだよ。ほんと調子いいんだから。さて、寄り道するのもこれぐらいにして戻りましょうか。オッケーオッケー。いや、久しぶりに下段会えたのある意味嬉しいけど、もう二度と会いたくない宇宙人でもあるな。まあ、とりあえずこれでクッパー城のアタックパーツも回収したんで帰りますかね。いや、とりあえず、チャクラのとこ行って今回動画終わりましょう。じゃ、チャクラのとこ戻りまーす。ほな、というわけでね、チャクラのとこ戻ってきたで。ヤッホーチャクラ。スイートバスケット見つけたからおめえグラグラさせたるで。自分がグラグラ揺れるアタック覚えてきたんか？ほな、試してみ。試すわ。という、行きますで。というわけで、じゃあ早速このスイーツバスケットをやっていきましょう。あぶね、ちょっと、これ SP 回復してなかったらできなかったわ。意外とめんどくせえな。というわけで、じゃあ早速スイーツバスケットやっていきましょう。はい、ルイージ食え、ターンと食べ。これでガツ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 って感じで食っていきましょう。はい、トリコもびっくり。こんな甘いもん食ってルイージ大丈夫なのかね。瞬時にこんな太れるルイージもすごいと思うけどね。あらー、飛べ。そしてバコーン、どうよ。ゼロダメージ。おお、でも、ちゃんと聞いてる聞いてる。あいつ、なんか手がねえと、頭の部分手ねえとなんかダセえな、見た目。こいつは何なの？タコなの？ああ、周りの銅像壊れちゃった。ごめんね、そこまでする気はなかったんだけど。どうした？何してくれてんね。いや、お前がやれって言ったんだろうが。そこの柱、ノリでくっつけんのめっちゃしんどいねんで。ああ、ノリでくっつけてたんだ。それはごめん。おまけに千年もバランスも崩れてしもたやないか。宇宙の波動が伝わらんようになってしもたやないか。ちょっと言うてみただけやん。ほんまにやるか？へこむわー。いや、腹立つな。あー、わし、もうええわ。もうええわ。やる気なくなっちゃってんじゃん。ちょっとちょっと、あー、なんかやる気なくなったわー。もうほっといてや。何言ってるのよ。あなた賢者でしょ、腐っても。私たちの約束がちゃんと守って。そうやな、約束やったな。ほな、ちょい待っててや。あー、しんど。ん？で、どこ行くの？おい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 、うわ、どっから出してきたスターワクチン。あいつは大丈夫なのか、チャクラは。うお、帰ってきた。ほれ、持っていきや。あ、ちょっとなんか元気取り戻してる。その体勢大丈夫なのか。3つ目のスターワクチンを手に入れた。お、このポーズなかなかええな。大地や大地の波動ごっつい感じるで。あと100年はこれで行ってみよう。暇なんだな、本当に。ほな、まだな、邪魔せんといてな。さあ、スターワクチンが3つ揃ったわ。キノコタウンのドクターコキノのところへ急ぎましょう。ありがとうね、チャクラさん。キノコタウンに行くんか。そらえらい、しんどいやろ。まあ、しんどいっすね。なりたい、飛ばしたのか、キノコタウンまで。あ、マジっすか。そんなことできんの？宇宙、いや、大事のパーダを舐めたらあかんで。この間もでかいやつ飛ばしてやったっちゅうね。どうや、試してみるか。じゃあ、飛ばしてもらおうかな。よっしゃ、ほんなら宇宙をじーっと見つめときや。こっち向いたらあかんで、種がバレたらおもろないね。はあ。で、宇宙を見て。ほな、行くでー。ほいっと。あ、お前、自在に出せるんだ。本人さえいれば。チャクラ。あー、で、これで戻ってこれたわけだ。よし、じゃあこれ、ドクターコキのとこ行って、早速スターワクチン渡しに行って、今回動画終わろっか。いやー、にしても、いきなり今回ゲドンコに会うとは思わなかったが、ちょっといろいろとね、ちょっと心の整理ができてないけども。あ、でも、この人のおかげでね、ゲットできたからね、ありがとうな。お前ありがとうな、本当に。俺を言いたくて仕方ねえわ、俺。たとえ、久しぶりのドクター、コキノですね、ヤッホー。ほら、スターワクチン3つだ、持ってけ。クッパどうなったの？おー、ついにスターワクチンが3つ揃ったでしょう。あなたたちがやってくれると信じていたでしょうよ。で、この3つのワクチンをどうすんの？静かに。どうした？うわぁ、急に、これドクターコキノの手？うわ、なんかやだな、あいつ。手先やだな。汚ねえな、なんか。で、うわ。あ、で、この3つのスターワクチンを合体させて、なんか、変な形になったね。なにこれ。できたでしょ、できたでしょ。これが3つのスターワクチンを合体させて作り出した？名付けて、ミラクルコキノワクチン！ミラクルワクチン！すごそうな名前ね。いや、コキノの部分、カットされたな。あ、いや、ミラクルコキノワクチン。これでピーチオーで前にできた不思議なカードを壊せるのね。まあ、待つでしょうよ。このミラクル、
ワクチンには先に一仕事してもらうでしょう。ん？いきなり！いや、気合がすごいな。ああ、あの人あれじゃん。一番最初のお父さんじゃん。あ、もしや、そうか、メタボコロブこれ治んのか。最強ワクチンだな。このリアルのご時世にも欲しいね。おー、どんどん治ってくね。何、何だったの？外に出ればわかるでしょう。さすが私。メタコロ病なんぞ、ひとひねり。メタコロ病が治ったらね。でも、スターワクチンを集めたのはマリオたちよ。さあ、行くでしょう。最後の戦いでしょう。え、もう最後？ミラクルワクチンで例のガードをぶち壊してしまうでしょう。おー、なんだ？なんか特殊な演出入ったね。なんじゃい。ミラクルワクチンを手に入れた。もはや、コキノワクチンっていうタイトルはもはや誰にも回収されないんだね。いろいろとありがとう、ドクターコキノ。早速使ってみるわ。そのワクチンで例のガードを壊せるでしょうが、ダークスターそのものに効き目があるかわかりません。それほどダークスターの暗黒パワーは強大でしょう。ピーチオへ入った後は私たちの力で何とかしろってことね。できる！あなたたちならできちゃうでしょう。占う必要もありません。私は信じているでしょう。行きましょう！ピーチオへ！そうか、もうピーチオが。最後の戦いの前に渡すものがあります。きっとあなたたちの役に立つ素敵なものでしょう。クリニックから出るときに助手から受け取ってください。たぶん、助手から受け取れ。あの人かな？よく、話しかけてくるあのキノピオの人かな？マリオさん、ルイージさん、こちらにどうぞ！あ、はい、わかりました。なんすか？キノ先生から聞いてますね。はい、こちらスペシャルアタックになります。え？ SP に気をつけてバトル中にお使いください。夜はなるべく早めに寝てくださいね。食事もキノコばかりに偏るので避けてください。では大事になんてね。これからも頑張ってくださいね。うん、まさかのアタックパーツクリニックでもらえるんかい。で、何これ、すっごいマリオたち一気に技増えたな。で、これ何、何これ、ハテナマークのやつをハンマーで砕いてるけど、ワンダーメテオ、ほう、ワンダーメテオが使えるようになったわ。じゃあお手本だけちょっと見ていきましょうか。で、あなたとコンビニで、はい、でやって、うん、で、ルイージたち動かして、あーで、B に溜めて、なるほど、溜めて打つのか。はい、ポン。で、これで、ポン、ポンって溜めて、ドン。うん、それを繰り返していくだけって感じか。はぁはぁ、なるほど、なるほど。で、グレイト、かのグレートフリデとかのエクセレントで、ん？あ、なんかキノコもらえるね。へぇ、なるほど。エクセレントでやるとアイテムがもらえるのかな？へぇ、面白い技だね。ま、じゃあ、とりあえずだ、みんな。じゃ、今回動画ここまでにして、じゃあ、外のセーブロックでセーブして終わりましょうか。さて、ん？コキノ先生！絶対キノピオだろう。あ、マリオさん、底辺ですよ。メタコの病が一気に治っちゃったんですよ。知ってる？知ってました？さすがコキノ先生ですよね。とにかくまたキノコタウンに平和が訪れたんです。これでショッピングモールもさらに盛り上がりますよ。まだ行ってないお店があったら立ち寄ってみてくださいね。それじゃ。さっきはマリオ、ふふふ、しか言わなかったね。とりあえずメタコロ病は一件落着ね。あとはピーチ名を取り戻すだけ。さて、じゃあ次回はじゃあこのダークスターのガードを破壊してあれかな、いよいよ行くって感じか。ピーチ城へ、ミラクルワクチンでピーチ城に続く橋のガードを壊しましょう。オッケー、じゃあみんな、じゃあ今回動画ここで終わりにしましょうか。じゃあ次回、いよいよピーチ城へ殴り込み行ってきます。じゃあ次回の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。